おや、今日は賑やかだね。両人、友達連れてきたよ。エレナさんにマドカさん。こんにちは。はじめまして。ほう、ヒカル、また友達が増えたのか。お邪魔してまする。ん？君、前に会った時に比べると急に日本語が達者になったね。ほよ、毎日私が日本語のレッスンしてるからね。キラキラフワ。ん？ああ、そこにふわふわしたものが。目の錯覚ではないでしょうか。そうそう、気のせい気のせい。そうだ、領事、星の部屋行ってもいい？ん？ああ、構わんよ。星の部屋だよ。私の秘密の研究部屋さ。綺麗る。私、ちっちゃい頃からここに出入りしてて、星とか宇宙が大好きになったんだ。つまり、ここが星名さんの原点というわけですね。